はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、アンリアルエンジン 5.4 ぐらいかな、に、リネームツールが入ったんですよ。で、それの紹介をしていこうかなと思います。で、これの理由は、正直なところ、アンリアルエンジンって一個一個リネームすると、待ち時間がめちゃくちゃ発生するんですよね。この M アンダーバーコスの M を大文字の M から始めようってやるだけでも、割と地味に時間がかかるんですよね。なので、基本はリネーム作業っていうのは一括でやりて、待ってたいんですよね。その間、違うことしようとか、まあ、コーヒー飲もうとかしてたいんですよ。で、もう一個一個やると、名前を変えて待って、名前を変えて待ってっていうのをこれ5回やるとすごい非効率なんですね。なので、ちょっとリネームツールを使って名前を変えるっていうのが基本的なんですけれども、やっぱ5.3 かなまではそういったリネームツールがなかったんで、TA とかが、テクニカルアーティストがですね、リネームのツール作ったりとか、Python でね、なんかツール作ったりとかだったんですけれども、このツールが入ったおかげでね、アーティストでも簡単に名前を変えることができるようになったので、その方法を紹介していこうかなというところです。で、今回は Unreal Engine 5.5 を使っております。で、ここ、まずはね、プラグインを有効にする必要があるんですけど、Unreal Engine 5.4 だと、Advanced Renamer って名前でした。アドバンスドリネーマーで、こうやるとモーションデザインの中にこのツールは組み込まれるようになっていますね。はい、なので告知ではないんです。モーションデザイン使う方はこっちでもね、両方入ってるのでいいんですけれども、名前はバッチリネーマーに変わっています。この独立したリネーマーの場合は、で、これを利用してやっていくっていうところですね。自身の方はこれプラグインが有効になっているので、プラグイン有効になってない方はちょっと有効にしてみて、再起動してみてください。はい、でやっていくんですけれども、例えばこの M アンダーバーコスとか M アンダーバーエフェクトとかっていうのをちょっと名前を変えてみようかなというところで、まず全部選択してバッチリネーマー、バッチリネームですねっていうのがあるので、これを実行します。はい、とポンとっていうと、ここウィンドウが出て占有されます。もう動かせない、他のところは。これでもうね、名前絶対変えろよ的なウィンドウが出て、もうこのね、アプライとかリセットとかしない限りは先に進めないっていうところになっています。で、上からなんですけど、リネームですね、これリプレース、これが一番使うところだと思いますね。この文字列を M アンダーバーを検索して、例えば M アンダーバーに置き換えたいよとかっていうのができますね。こんな感じで、で、ニューとオールドがあって、これからこれに変わりますよっていうのがね、一目でわかるので非常に便利なところですね。で、これもリムード、オールドプリフィックスとかいろいろあるんですけど、取るか取らないかですね。この、ここのアンダーバーでセパレートするかっていうところですね。はい、ができたりします。で、リムーブオールドサフィックス。これ、後ろからなんですけれども、後ろに今回ないからちょっとわかりにくいんですけど、一回ちょっとなんかつけますか、わかりにくいから。で、アドサフィックスで、何にしよう。ベースとかでいいや。一旦、で、アプライしますね。アプライと。で、こうすると変わりますと。はい、これだけで非常になんか便利な感じしますよね。で、もう一回バッチリネームしてみます。で、リムーブオールドプリフィックスだと前側が取れるっていうところですね。で、リムーブオールドサフィックスだと後ろ側が取れるっていうところです。後ろから検索するっていうところですね。はい。という感じで、取ることができるっていうところです。これも便利ですよね。間違ったものを消して、また新しく付けようとかっていうのがしやすいかなっていうところですね。プリフィックス間違えたから、さらに MI つけようっていうね、マテリアルインスタンスに変えようとかもこっちでできたりしますね。まあでも大体こういうケースだと M アンダーバーを検索して MI にしましょうっていう方が、まあ多いかなっていう気はしますけど、まあいろんな手法が用意されているので、こういった組み合わせがしやすいっていうのがメリットかなっていうところですよね。で、さらにサフィックス、やっぱもう一個増やそうかなとか、オートインクリメントでこう01234とか増やそうかなとか、ABCD にしようかなとか、そういったのもできたりしますね。うん。なので似たような、このベースマテリアル、このベースを使い回そうって時には、こうやってね、ナンバリングつけるのもいいかなというところですね。はい。で、あとはスワップファーストとかで、こうね、まあ、あんまやんないかな、これ。逆にするとか、全部ローアーにするとか、オールアッパーとかにするとか、できるんですけど、うん、あんまやんないかなっていうところですね。で、これね、元に戻せないんですよ。うわーと思って、これ押すと。だから押した瞬間ちょっとね、
ちょっとどうやって元に戻すんじゃいみたいな感じがするっていうところがありますが、まあリセットを押せば直るんですけど、これ全部リセットされちゃうから、このチェンジケースを押すときはちょっと注意が必要ですね。まあリセットボタンが用意されてるんで、なのでチェンジケースボタンを押すときは結構注意が必要なものになっています。はい、という感じでね、まあ今回短い動画だったんですけど、このバッチリネーマーっていうのを使えばね、アーティストさんでもどんどん名前を変えていくことができるので非常に便利なツールですね。でオールドニューっていうのがあるので、ここもね含めてね非常に良いなと思っておりますね。はい、でバッチリネーマー 5.5 になってからね機能も増えてるんで、 5.4 のねアドバンスドリネーマーだとねちょっとねまだ少なかったんですけど、これだけあればね十分な対応ができると思うので、このリネームとか大量のリネームどうしようとか、ちょっとねプログラマーさん忙しいから、 TA さん忙しいからどうやってこうかなって迷ってる方は、個人でもこうやってねツールを使って変えていくことができるので、ぜひ試してもらえればなと思います。ただ今回の注意点1個だけ、あるんですけれども、まだこのバッチリネーマーっていうのはこのエクスペリメンタルの状態であります。実験的機能なので、まあ保証がされてない部分も多いかなというところなので、使う際は、注意が必要なので、そこはちょっとね、自身の判断で利用してもらえればなと思います。あとは会社で使っている方は会社の判断で絶対に使ってください。はい、という感じで今回はこのバッチリネーマーの紹介をしてみました。この動画が参考になったらよろしければチャンネル登録や高評価いただけたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。